さあ、いよいよ奈良駅に着きました。奈良駅結構あれですね、綺麗だな。なんか本当日本っていう感じですね。全体的に木造りなんですよ。あ、木の香りもするんだ。あ、いいね。東京には完全にない雰囲気ですね。この駅ね、本当おしゃれだと思いません？すごいおしゃれですよね、これね。あ、ちょっといいかも、この雰囲気。はい、奈良駅を出てまいりました。こっちかな、違うかな。とりあえずね、駅前広いです。駅もおしゃれだし、お、いい感じですね。じゃあちょっと目的の場所へ向かってみたいと思います。はい、ということで今日は奈良にあるこちら大成商事さんの方にやってまいりました。ここはですね、 YouTube で、やっぱり活動してらっしゃる方、ちょっとね、いろいろと訳があって僕ここの人と知り合いになりまして、それでわざわざ奈良までここを訪ねてきました。では入ってみたいと思います。お邪魔しまーす。あ、秋葉仁と申します。よろしくお願いいたします。どうも、大成 TV の上竹です。よろしくお願いいたします。いつもあの放送されてる場所ってどちらになるんでしょうか？この奥です。奥ですか。じゃあそちらにちょっと行ってみたいと思います。いいよ。今日はですね、奈良にある大成商事さんという不動産屋さんに来ました。別に物件買うわけじゃないんですよ。こちらの上竹さんを訪ねて、僕今日わざわざ東京からやってまいりました。あ、どうも皆さん、こんにちは、上竹です。よろしくお願いします。なんで上竹さんのところに来たかっていうとですね、以前にですね、うちのチャンネルで、マイクのレビューをやったんですけど、それをご覧になっていただいて、まあ購入していただいたと。ただ購入していただいただけだったらよかったんですけど、たまたまですよ、たまたまなんですけど、初期不良がありまして、まあそれでこうちょっとやり取りがあったんですね。どうしたもんかいっていうやり取りが、そこから交流が生まれてですね、現在どうしても会いたくなってやってきたわけですね。会えて嬉しかったですよ。あ、いや、ほんまにめちゃくちゃ嬉しい。もうどうや会ってみて、よく Facebook でこう絡んだじゃないですか、はい、だからで YouTube で見てて、はい、こう意外と人柄とかそういうのって分かるんで、ああ、絶対一回は会っとこうと思って。あ、ほんまですか。滑舌が悪くてね、酔っ払ってんのとかね、聞き取れへんとかね、みんなに言われててね。いやでも僕なんてこう今見てもらっても分かる通り、カミカミなんですよ。私もっと噛んでますね。だからこう結局ポンポンポンって仕事を運んでいかないので、あ、結構尺20分ぐらいやって、でもう3分とかつまぐらいしかつまめないっていうところにね。ほんまもない、私もジェットカットしまくりで、そう、カットカットそう、みんなジェットカットして、ジェットカットしまくりで、ジェットさん良かったですね、カットしまくってますよ。ジェットカット対応させていただきます。そう、あれ便利ですよね、やり方を覚えるとね。ほんまもうでも青青言うててもそこカットしてる、ね、あれはいい手法ですよね、うん、いやほんまでもね、これの時ほんま泣きそうだったんですよ。これ全然使えなかったんですか、初め。このコードが変わったら使えたんですか。そうですね。で、あのマイク、ちゃんイヤホンつけれますよね。はいはいはい。よかったら、ね、聞こえますね。はいはい、はい、音がね。せやから、多分こいつが悪いんだな。ほんで、最初凍ったとこに言うっていうの知らんかったんですよ。はい。ほんで、キャノンに電話しました。ああ。これキャノンの女の子にね、もうクレーマー扱いです。そう、キャノンで、キャノンの推奨するもの以外のやつには、もう動作確認は私たち知りませんっていう感じになっちゃうんで。そう、これはあの販売店、アマゾンですよね。アマゾンでした。アマゾンはすごくすぐに対応してくれて、すぐに新しいのくれる。そうですね。あの、あ、これ見るのね、午前中についたんですよ。そうで、コードだけがついたんですか。もうこれもの丸ごと、はい、丸ごと、はい、丸ごとさらの送ってきてくれたんで ね。ねえ。で、まあゆっくり送り返してみたいな。なあ。すぐ返事しましたけどね。いや、すごい焦ってましたもんね。めちゃくちゃ焦ってました。メールで焦ってましたよね。もうめちゃ焦ってました。もう半泣きですね。もうそれあの時助けてもらったっていうのがあるんでね、もうなんていうかもう心の支えです。あ、いやいやいや、あの時ね、うちでは撮れてた動作確認がソニーで撮れてたんで、ね、それであれこれおかしいなと思って、ね、まあ、どっか初期不良だろうなと思ってたんですけど、ね、これがきっかけですもんね。そうです、これでメールもらったのがきっかけです。そうですね、これほんまに良かったです。いや、 やっぱり、ね、こうレビューを見て、はい、いろんな人がいろんなものをこう購入しましたとか、はい、そういうことを言ってくれるので、はい、一応なるべく
勧められるもんだけっていう形で、ね、ああ、やっぱさっきの話じゃないけど、そういうことだよね。もう買った人が、はい、こんなもん使えんじゃないかっていう話にならないっていうのは心がけてはいるんですけど、はい、僕これからこの奈良が終わった後に今度大阪に行くんですけども、大阪でも YouTube の人とまた会いますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。ということで奈良からお送りしました。バーイ。